井上真です。どうもミルク佐藤です。さあ行ってみましょう、ミルクサッカーアカデミー。今回は J1 第5節のベストイレブン発表です。すごいよ、さっき終わったばっかだからね、これ17日水曜日23時13分に撮ってますけど、さっき終わったの、はい、もうベストイレブン先生出したのデータで全部見たんだよ、もう全部見た、ちゃんとしてデータでも、もうそれも全部見た。札幌の生はやりましたけども、同時視聴で。その後だって僕ダイジェストで全部見るので精一杯でしたよ、この時間まで。あ、もうがっつり集中しました。その上、ベストイレブンを割り出してるという。それで、この、はい、ね、次の日に出しているという。そうですね。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。ありがとうございます。はい、ということで、もう早速ね。あ、この方ね、やっぱりね。やっぱそうだよ、これ、エモさだったらもうナンバーワン決定なんですけど。エモさについても語っていただきましょう、後ほど。よし、困りました、はい。ということで、いっちゃいましょう、はい。こちらでございます。はい、ベストイレブン、どうぞ。よいしょ。J1 第5節。はい。こんなメンバーになりました。イレブンとはいえね、これ24人選んでますから、先生、代表みたいに選ぶのが好きですからね。そうなの、はい、そうなの。はい、ということで、一個ずつ言っていきましょう。はい。ゴールキーパーはお二方、福岡の村上選手と、村上正明選手と、はい、札幌中野小次郎選手でした。ああ、二人ともよかった。中野小次郎選手もね、先々週なんでしたけど、村上選手はあのね、三沢選手の、ね。うん。ね。そうなんですよ。ガッツンスティーブン・ジェラードミドルをね、スパーンと止めましたもんね、あれね。なんか、僕やっぱりね、まあさ、俺データマンなんだけど、俺やっぱただのデータマンで終われねえみてえで。デードっ子みたいになってるんですか。クレイジーデータマンってことですよね。ありがとうございます。スピードが速い。なんかね、今日の福岡二人組にはすごいドラマがあるわけですよ。二人組ってどういうことですか。ゴールキーパー村上選手、この表紙のね、金森選手、はい。金森選手もね、選ばせていただいてるんですが、ね、このゴールキーパー村上さんは、ストーリーがあるんですね、どうやら。はい。はい、今節ナンバーワンのセーブ数の 5かな、1試合で5セーブってことを割り出してもいるんですけど、そんなこと一旦置いといてもらって、うん何でしょう。もともと、やっぱり、アビスパ福岡と言ったら、昨年、セランテスさん、ゴールキーパーいらっしゃった。セランテス、はいはい、そうですね。で、今年ゴールキーパーとか獲得しなかったわけですね。そういう、名だたるビッグネームみたいなところが、うんうんうん。で、村上さんになったから、もう、アビスパのサポーターの皆さんも、大丈夫なの、キーパー取らなくて、なんていろいろ話とかあったんですけど、そこを払拭するような感じの大活躍なんですよね。なるほどね。でもそこも喋りたくてしょうがなかった、うんうんうん。なるほど、そういうね、思いもあっての、ね、つながりました。はい。はい。そして、もう一人の中野小次郎さん。はい。まあ、彼に関しては我々、浦和対札幌の同時視聴配信もやってましたけど。スラッと背の高い若者ですね。ね。しかも、ナイスセーブ。ね、ケンユーさんのいいシュートとかもなんかもう足一本でとかってのもありましたから。そう、ありましたね。うん。もう相手の浦和のね、負けてなかったですよ。そうなんですよ。これ。なんだでもこれ、まあさ、皆さん、見てればわかる話で、はい、私見てないと、はって思うかもしれないけど、はいはい、この日の札幌、2バックだったんですよね。この日、3バックは、言ってました、先生ね。田中俊太、キム・ミンティ、福森明人って3バックだったんだけど、うん、田中俊太は右センターバックじゃなくて、ある意味右サイドバックやってて、はい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 、福森さんは左サイドバックやってるから、センターラインの前にいるんですよ。うんその代わり、ボランチの宮沢さんが降りてきて、キム・ミンテと二人でツーバックやってるわけですよ。カウンター食らったら一撃でキーパーまで来るんですけど。いやだからその辺のが強固じゃないとできないやつですよね。そうだ、その強固さを彼らはもう、表してくれていたってのは素晴らしかったなと思っていました。はい、鹿島に勝ちました。退場こそありましたけどね。まあね。うん、続いてセンターバック4名でございます。はい。広島荒木さんと東京渡辺さん、はい、鳥栖のエドワールドさんに神戸の、菊池隆歩選手と、うん、そうです4人でございました。はい特にこれ朝に出したね、ラジオでも言いましたけど、荒、うん、木さん、渡辺さんは得点を挙げただけじゃなく、なんとデュエル全勝っていうセンターバック。うん、はぁ、全勝、二人とも全勝。全勝。ひゃー、こりゃ10戦10勝とかしてるんですよね。意味わからないですね。すごいことになってますなんかね。すごいことになってます。で、エドワールドさんもね、はい、もうこのベストイレブンの常連なんで、まあ、また定期的に話しますけど。ね、もうキャプテンシーがすごいですもんね。うん、素晴らしいですね。来ましたよ、本当に。ただやっぱ伝えたいのは、UFO 菊池でしょうと。はい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 、神戸のね、もう最後。そして、ここでもう一つ言いたいことがあるのよ、まあ、さ、皆さんと。はいはいはい。J1 なんだけど、ちょっと J2 の話もするよと。菊池隆歩、村上正明、この二人に共通するもの、レノファー山口また出てきた、レノファーの DNA。なるほどね。
はあ、はあはあはあ。すげえなーって思って。インデックス触れられまくりですね、先生ね。開きまくりですね。パカパカですね、もうね。そうなんですよ。先生、国有の本社だったらもうパカパカ、パカパカ落としますよ、これ。いやーなんかすごいなとちょっと泣きそうになりました。やっぱ菊池のゴールも、ね、あのセーブもそうですけど、村上選手のね、なんかすごいなっていうのがありました。これでもすごいのは先生、ここの4人のディフェンダーセンターバック、はい、これ共通点全員取ってますよ、点をこの日。あ、エドゥアルドさんじゃないかな。取ってないっけ。うん、取ってない。もう取ったでいいぐらいのね、いいぐらいだよね。セットバック点取ったんだけどね、本当に。すごいありましたね。はい、チャンスメイクね、はい。続いて、そしてサイドバックでございます。ここが多くてですね、サロモンソン、松原、吉田、旗手、東、福森と。いやー。入ってきたね。みんな、素晴らしいね。はい。うん、ここで一人、あの、信じられないことが起こってるのをちょっとお気づきでしょうかと。データ的に。あ、これそうだね。言い忘れましたけど、先生が選出しました。データから選出した先生独自のベストイレブンですから、これね。はい。はい。あのですね。はい。これ、まあ、第5節なんで5回やってるわけですよ。J1 に関しては、このベストイレブン、うん。そうですね、そうですね。なんと5分の5登場してる男がいるんですよ。わ、旗手さんですか？正解。あー、まあね。あー。ちょっと凄すぎますね。しかも、サイドバックじゃないんだから、本当は。本当はね、僕は何がっていうのも、もはや言う必要性がないぐらい、もう存在感ですら入ってきてるのかなっていう。で、毎回それ、毎回選出の理由こそ違うけど、やっぱり止めた回数とか、はい、逆にあと、サイドバックだけど、相手に前線までギューンと行く姿とか、またシュート本数、はいはい、相手のペナルティエリアまで入ってた数とかで考えても、もうダントツのレベルなので入れさせてもらってるんですが。なるほどね。まあ分かりやすいね。ダントツのレベルの数値を出せてるのには、やっぱ川崎の一員であるってことも大きいですか、やっぱり。そうなんですよ。チーム自体がうまくいってるってことも。これね、分かりやすい数値あるんですよ。実は、はい、プレーアクション成功数ってのがあるんですね。はい。まあ、例えば、パスの成功でもいいし、うん、ドリブルの成功でも、タックルの成功でも、何でもいいんですけど、うんうん、1試合平均でのプレーアクション成功数ダントツナンバーワンが旗手選手なんですよ。うん、おー、正確。ミスがない、ね。ミスも少なくて、しかも敵陣でその値が高いんですよ。なるほど、ね。ディフェンダーなのに。まあ、本来前の人っていう認識でいいんでしょ？そういうことですね。はい。うん。だそういういろんな要素が絡み合って彼は入ってきてるんだな。まあ、三笘さんとの連携もね。すごいんでしょ、うん、やっぱりね。間違いないし。はいはいはい、左サイドバックなのに気づいたら右ウィングみたいなことやってるし。はい、いや、でも私嬉しいな、これ。吉田豊さんが大きな字で書いてあるってことなんですよ。いや、いいですよね。日本三大豊の一人ですからね。尾崎豊、山川豊、吉田豊ですから。はい。そうですね。まあ、柿谷選手との、まあ、ワンツー気味の感じというか、はい、彼にパンとこうパス出して相馬選手に出て、はい、そこからのボールを最終的にはね、誰だっけ、まあ、真ん中でね、名古屋選手決めるみたいな流れとかもありましたから。あれですね。前田直樹かな。そうか、そうか。はいはい。なんかそういうシーンとかも止めるし、前出られるし、いい選手だなってことを改めて思いました。本当に、ね、うん、わらじ履いてんじゃないのみたいなね。なんか似合いそうですよね。試着みたいな瞬間ありますもんね。はい。なんかたまに靴、もうスパイクじゃないんじゃないかと思いますよ、ね。いやいやいや、あのなんかそやな感じ、本当好きですね、僕吉田豊選手。はい。そして今度中盤でございます。はい。中盤5名で、徳島の岩尾選手、うん、そして札幌の深井選手、うん、湘南の山田選手、広島の森島選手、あと広島の、川辺選手という5人が入りましたと。はい、うん、まあ、得点決めたりした選手はまあ分かりやすいんですが、うん、山田選手、ね、岩尾選手とかやっぱ聞いてたってことなんですね。そうなんです。敗れはしましたけども、あれです、ね、はい、実はあの、この試合、横浜 F マリノス、徳島ボルティス、採点をつけるんであればナンバーワンは実は敗れた側の、徳島の岩尾選手。データの総合値といいますか、活躍。そうなんです。はい、貢献度。パスの成功率は 96% ぐらいあって、うん、まあ、試合内トップだったのと、はい、タックルもインターセットも試合内トップの数値を残しているにもかかわらず、それプラス、あの、体肉弾戦、デュエルも確か1個だけ負けたぐらいで 90%何の勝率を誇っていて、いやー、中盤に岩尾あり健在だったなって、ちょっと。マルコス・ジュニオルとかその辺とってことですよね、この辺。そうです。ね、やり合って勝っていったっていう。こう考えるとこの日すごいのが、昇格組である徳島はマリノスと戦って、福岡は鹿島と戦う。だから J2 に来たことのない2チームと昇格組が戦ったわけですよ。それでまあ徳島は敗れてしまったけれども、こうやって MVP、マン・オブ・ザ・マッチ、このベストイレブンに入ってくる選手が徳島にも福岡にもいたっていうのは、なるほど。
J2 でちゃんと積み上げるものがあれば、間違いなく、こう、成績が残るんだなって。おっしゃいますね。なるほど、ありがとうございます。それが感じ取れました。はい。他にもね、森島さん、ね、うん、森島さん、川辺さんもやっぱ敵陣に侵入していくっていう。うん、あの、この日は、あの、最前線の鮎川選手、まあ、ベースト11に入ってないんですけど、はい、が、あの、岡崎慎司張りに前線からプレスしていってて、レスター岡崎張りにみたいな感じ。そこは広島で、まあ、あの、大事にしてるところでもあるわけでしょ。そうなんですよ。それで2列目、3列目から、浅野選手や森島選手、うん、東選手や川辺選手がどんどん前に行けていたってところもあって、その数値が高くなったからこそ入ってこれてたってのもありましたね。はい、そして最後、フォワード陣見ていきましょう。まあね、まあね。まあ。この間の J リーグ応援部の方で語り尽くしちゃった部分あるけどね。そうなんですよね。いや、これも文句なしのね。文句なし。相馬、マテウス、金森、大前、はい、大橋、はい、ダミアン、林、大地という形でございました。大橋選手なんかも気するね。そうなんですね。そうなんです。スルスル投げていく姿とか、もう素晴らしいし、はい、あとは相馬勇気のホイップクロス。ホイップ。いいですね。もうメレンゲクロスとかでもいろいろ言いたいけど。あと、イチゴを乗せたのが山崎さんっていうね、その上に、ね。そうですね。あと、そのイチゴ乗せた、そのケーキを食ってったのがマテウスみたいな感じでしたね。うまいこと言いますね、これね。ありがとうございます。他にもね、フォークを突き刺したっていう意味ではダミアンもいましたね。なるほどね。うん。大前なんかももちろんそう、林さんなんかもそうですけど。いや、大前がちょっと、ちょっとね。抜け出しましたね。なんか、ね、規格外の、こう、なんていうんですかね、パワフルな感じしますね、ほんとね、スピーディーで、パワフルで。そうですね。ちょっとこのまま駆け抜けてほしいですね。ですね。怪我せずに、はい。ですね、そのあたりが、だから、あと特に、こうやって、なんか見てみると、代表で。うん、そうですよね。あの、相馬選手、マテウス選手、あとは、大前さんに林さん、ダミアンさんと、あの、今年のこのリーグ戦で1試合平均2得点以上決めてるチームっていうのが何チームかあるんですが、はい、やっぱりトスマリノス、うん、そして川崎、うん、名古屋、あとセレッソかな、うん、チームたちなんですけど、はいはいはい、やっぱそういうチームの選手がこうやってなんかポンポンポンとスタメンというかね、このベスト11に入ってくる確率が高いなと思うので、うん、そうでしょうね。うん、まあ、うん、やっぱこういうところから代表なんてのも呼ばれてくるのかななんてやっぱ思っちゃいますね、うん。今日発表ですもんね、もうこの、そうですね、これ出る頃に発表されてんのかな。ねえ。夕方かな？うん、これも、ね、多分夕方だと思うんですけど。はい、はい。はい。楽しみにしましょう。一応なんか、フル代表が木曜日で、うん、なんか U24 が金曜日っていうのが説もあるみたいな。ああ、そう。まあ、なんかはっきり、いつしますとかっていうのは言わないですね、今ね。そうなんですよね。うん、まあ、なかなかコロナ禍ですから、こう、記者さんたちを集めるってことはできないんでしょうからね。そうですね。それもあるんだと思います。でも、あれですね、ダイジェストで特典シーンとかさ、こう、派手なシーンには出てこない？ちゃんとデータが炙り出している名選手みたいなのが出てくるのは、うん、これもやっぱデータ選出先生のね。いや、そうなんだ。ミルワッカーベスト11のこのベスト24かのね、はい、いいところですよ。ありがとうございます。また次の説も見ちゃおうって思いますよ、やっぱり。頑張るぞ。いぶし銀のところこそね、ちょっと分かりたいんでね。はい、やっぱ岩尾健を抑えておいてほしい、ね、なるほど、分かりました、はい。ということでございました。やっぱり岩尾健さんということでございます。頑張ってください。僕なんかに言わなくても頑張ってください。はい。合わせてね、今日朝出てます。J リーグ応援部の方もね。はい、そこはもう、あ、胸熱シーンをワイワイトークでね、うん、盛り上がって喋ってますね。ぜひ直後にね、見た直後に喋ってますね。ぜひそちらもよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ということで先生、もう、はい、すーぐ出してくれてありがとうございました。ありがとうございました。またすーぐ次の説がやってきますね。一つよろしくお願いします。すーぐね。すーぐ。はい、ということで、取って出し日本代表選出、リアクション動画も、この後出ますので、ぜひそちらも聞いてくださいね。お願いします。はい、ミルクサッカーアカデミーの上間でした。のミルク佐藤でございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。ええわー。誰かが大丈夫ね。ね。検討。どうもー。